者か。気合を入れるぞ。ここです、ラビットソード。ありがとうございました。続いてくれ。正々ルテン、我が立ちは防ぐことはあたわず。ゴッチンレッツショーセス。灰の立つルテン降臨。絶対防御フィールド展開します。バリアシャード多重展開。リビットカレンデュラ。決まっていくぜ。こんなもんだろう。おもはゆいな。では、行きましょう。
やばい相手だ。気をつけろ。そこまでだ。はっさ、もらった。行くよ。ここだ。ここだよ。ある。なあ、ゾイ。スキャリクロウさん。気にはさせない。続いてくれ。やめよ。スキャリ。手を貸すよ。スキャリ。おまけだよ。手を貸すよ。えい、えい。もらった。は。甘い。任せて。セイタ。もらった。続いてくれ、フィー。スキャリ。決めて、クロウ。ここだ。手を貸すよ。隠しても無駄よ。ここです、ラビットソード。ありがとう。正々ルテン、我がたちは防ぐことはあたわず。愛の太刀、ルテン降陣。行くよ。これで決める。アクセ、アイン、スバイ、ドライ、ティア、羽ばたけ、アズールグリオン。アルファミタ、おし、レベルアップ。皆さん、お疲れ様でした。入金を確認したよ。やあ、先ほどはどうも。念のため連絡させてもらった。さすがというか、随分と活動的に動いているようだね。決まったな、クロ。よし、充填完了だ。良さそうな宝箱だよ。
帝国だ。それではこれよりパンツァーゾルダ、アサルトフレーム合同演習を開始する。通達した通り、まずはザイファリンクの調整と各種データ収集のための模擬戦から始めたい。通常機のザイクレスが相手とはなるが、共和国軍切手のパイロットを用意させてもらった。依存はないかな、シュバルツァー君、アームブラスト君。ええ、あろうはずもありません。機体のベース性能や管制システムは元よりそちらが上、胸を借りるつもりで挑ませていただきます。まあ第6世代前提で設計された機体と比べられちゃうな。その分パイロットの癖に合わせたカスタム調整ぶりは見せてやれるとは思うが。頼もしい言葉だ。3年前、いや5年前は大いに翻弄されたものだが、特に灰色の騎士殿に置かれては再び相まみえる時を心待ちにしていた。自分は新兵でしたが、あの時のあなたに追いつきたくて志願し訓練を積んできました。どうか胸を貸していただけると。恐縮です。それではバックアップも含めて全力で行かせてもらうぜ。敵各師団のエース級と推定、武装はレールキャノンと光学ブレード。ザイファリンク正常、こちらもいつでも支援可能だよ。向こうもバックアップ前提だから遠慮なく役立てて。双方構え、最低システムによる模擬中波判定をもって戦闘不能とする。制御シャードにより実際と同程度の衝撃が再現されるので気を引き締めることだ。それでは第一模擬戦始め。教えてやるぜ、勝負は性能じゃ決まらねえってことをな。元より承知、機体でも連動でもあなた方を超えてみせる。ブースト発動、全力で挑むぞ。望むところ、こちらも全力でお相手します。うざれ、いいね、その調子だよ。そのままいっちゃえ。さすがの連携です。リンク、クロウ君も頑張れ。
ここまでとは。勝負あり。勝者シュバルツァー&アームブラストチーム。なんという操縦技術。隊員たちも前線したな。うわー、熱い。なんと熱い戦いなんじゃ。これは何としても宇宙計画と合わせて映画化を、そしてどうにかしてエロを。引き込まれてしまったが、だからなんでそこでエロが出てくるんです。セクシー要素はともかく、やはり人型同士の戦いはたぎるものがありますね。これで本命が控えているとなると。見事、かつて歯がみした伝説に未だ届けていないのは正直悔しいが、それでも不思議と清々しいものだな。ええ、お付き合いくださり本当にありがとうございました。これでまた新たな目標ができたというものです。いえ、こちらこそいい経験をさせてもらいました。マジで強かったぜあんたたち。こりゃうかうかはしてられねえな。お疲れ様、リン君にクロウ君、お相手の方々も。いいですね、長年のわだかまりが解けるみたいで。実際 AF ってすごいよね。気候兵より習熟期間がはるかに少ないし。そのあたりがザイファ企画によるヒューマンマシンインターフェースの賜物なんですね。ああ、財団の A4 システムも一部取り込んでるみたいだけど。まあ、習熟期間の短縮に情報リンク、パイロット全体の底上げにはつながってるな。ただ達人以上のパイロットが乗ると足かせにはつながっちまう仕様なんだが。そのあたりは気候兵の方が一日の長があるみたいですね。武術が盛んなお国柄ならではのクラフトマンシップみたいですけど。そうした課題への答えも本日最後にお見せできそうだがね。ヤン兄さん。それはそうなんだがな。この方が、共和国軍の新兵器を全部設計して宇宙計画も進めてる人。あ、ヤン教授、結局新機体っていつ来るの？せっかく見られると思ってジスカールじいちゃんと早めに来たのに。遅れているが直に来るそうだ。ちなみに私のことはクロンカイトと。エレちゃん教授は知らない？コックピットとか手掛けたんでしょ？手掛けたのはそこだけだから外装デザインすら知らないんだけど。なんだかすみません。まあ別に構わんさ。腕の確かさに比べれば些細な問題だ。お前さんこそああいう柔らかさを見習った方がいいんじゃねえか。よし、それではこのまま各種性能比較と機動戦テストに入る。シュバルツァー君、アームブラスト君、このまま続けても構わないか？ええ、問題ありません。乗ってきたぜ。とことんやらせてもらおうじゃねえか。
ぬぬぬ、遅いですな。やれやれ、なかなかじらしてくれますね。大変申し訳ない。こちらに向かっているのは間違いないのだが。すでに調整も完了。到着次第、すぐにでも始められるとのことだ。ですが、一体どちらから運ばれてきているんでしょうか。察するに、例の東の方にあるゼクー宇宙軍基地っぽいけど。機体の組み上げ自体はそちらでされているんだけど。どうやら首都近郊に立ち寄ってからこっちに向かってるらしいな。首都？誰か乗せてきたりしてるとか？ああ、最終ウォームアップのため協力者の一人と落ち合ったそうでね。お待たせしました。到着です。共和国軍の飛行巡洋艦カレージャスに匹敵するらしいが、イクスアルバとか言ったな。って甲板にいんのは あれが新型って、まさかあの場所から。バカな、死んじゃあるまい。それじゃあ行ってくる。ウォームアップ、助かったわ。どういたしまして。どちらも相当だから最初から全開で行くといい。ええ、そのつもりよ。こいつは。カルバード航空宇宙軍所属 AF エクスキャリバー参上したわ。待たせてしまってごめんなさい。でもまあ時間ぴったりだったみたいね。エミリア少佐、イケメンだ。あの機体が。時間ぴったりではない。大遅刻だバカモン。操縦しているのが噂の宇宙計画の中核として選抜されたハーリング閣下の娘さんという。発表前日までギルドでバイク便を頼んでた人だけどね。私もびっくりだったけど、それにしても綺麗な機体。あの速度での降下と姿勢制御、やっぱ大した娘だぜ。ええ、唯一無二の操縦技術でしょう。ごめんごめんパパ、でもウォームアップは済ませてるわ。はじめまして、帝国の元英雄さんたち。航空宇宙軍のエミリア・ハーリングよ。今回このエクスキャリバーのお披露目と初実戦テストに付き合ってくれてありがとう。演習の方はライブで見させてもらったけど、いい感じで温まってるみたいね。ええ、おかげさまで。帝国トールズ士官学院所属教官リーン・シュバルサーです。フリーのコントラクターをやってる元トールズのクロウ・アーム・ブラストだ。なるほど、今のを見ただけで次元が違う機体なのは分かったが。まさか俺たち2機相手に短期で挑むってんじゃねえだろうな。ええ、この機体にはそれだけのポテンシャルが求められている。申し訳ないけど、そちらのカスタム機とは設計思想から素材まで世代が違うレベルだわ。もちろんそれでもあなたたちは武術の達人、型や剣聖と呼ばれるだけはあるでしょう。でもこちらも元空軍エースパイロット、速さと動体視力と精密制御には自信がある。あなたたちが開発した動力バイクの進化版で毎日のように限界を極めていたしね。ジョルジュ君とアンちゃんのことまで。わかりました。軍歴もそちらが上でしょうし、改めて胸を借りさせてもらいます。
クロ、最初から全力で行くぞ。ああ、見誤ってたのはこっちだったな。うおー、なんじゃこの高ぶりは。そしてあの少佐のオーラ、むしろ本人役としてスカウト。さすがにハードルは高そうですが確かにこれは世紀の一戦だ。ええ、まさか構想段階だった支援ユニットを完成させるとは。敵のザイファリンク強度こちらの数倍、ビット兵装なども確認しました。間違いなく連携してシャード戦術を使ってくるはずだよ。こちらも最大限の援護をする。リン、クローも頑張って。皆さん、この一戦と新型については3日間情報公開を禁止させていただく。第3週大統領令となるため注意してください。それでは演習プログラムの最後となる最終模擬戦を開始する。双方構え、始め。容赦しない。さあ一緒に踊りましょう。史上最高速のダンスをね。いいでしょう、行くぞクロ。ああ、連携してなんとか捉えてやるぜ。君たち、どんどん上げていきましょうか。って、どんどん速くなってきてねえか。オラオラ、終わりだ。まだだ、最後まで食らいついてみせる。もっとミックスキャルバー、もっと速く、強く。決める。勝負あり。勝者、シュバルツァー&アームブラストチーム。よくぞあの新型機を。すげえもん見ちまったな。ニュースでは見てたが、
なかなかのいい女じゃねえか。まあ君たちよりは年上だけど、そちらも写真よりはイケメン揃いね。乾杯よ。初見でのエクスキュリバーにあそこまで対応されるとは思わなかった。こちらこそ、共和国軍最速と次世代戦術の可能性を見せていただきました。ま、そっちのバックアップについてはいろいろとチートだったようだが、俺たちの特にリンへの対策をギリギリまでやってきたみたいだな。そうじゃないと2対1なんて無理だし、多めに見てちょうだい。勝者へのお約束よ。みんな惜しみない拍手喝采を。この羨ましいぞ。マーベラス、ブラボー、ザッツエンターテイメントじゃわい。これはとんでもない期待を世に送り出したものだな。超最高。今のシーンも撮れたし、おじさんやエリオットとにも送らないと。まあ3日間は我慢したまえ。だがやはりあの過剰すぎる性能は、たく、とんだじゃじゃ馬っつうか。大将閣下も気苦労が多いだろうな。はあ、はあ、確か私と同い年でしたっけ。なのにこの差って。不祥の娘はともかく、最終テストの方はどうだったかな。機体も操縦者も想定以上、理論上の限界値を上回ったほどです。最終フェーズの成功率も数段は引き上げられるでしょう。そうか、あとは大統領の決断と女神の導き次第というわけだ。スターテイカー計画、いや、未来切り開く剣を突き立てるレーバテイン計画の行く末は。機体名と合わせてよくぞ名付けたものだと思いますが、試験結果については私の方から大統領に報告しておきます。お二人とも最終フェーズの方はどうかよろしくお願い申し上げます。ああ、君もな。余計な雑音が是空に届かぬようお願いしたいものだ。バンたちに付き合った甲斐がありそうかな。うん、こっちは終わった。それさ、一旦合流して。時は至った。八王が一振りとして回転の地へ至るべし。回転の地か。合わせてもらいます。よし、やったか。少し面はゆいな。